どうも、始まりました。もちチャンネル。さあ、始まりました。新コーナーですね。英検準一級、英作文添削。視聴者から送られてきた英作文を添削するというコーナーになります。はい。こちらは、モリティッド・イングリッシュ・ライティングの提供でお送りしますって言っても自分のものなので、別にお金もらってるわけじゃありませんが、英作文添削サービスやっております。視聴者から送られてきた英作文をですね、チャット GPT を使って添削して、どういうポイントがあるのかっていうのを解説していくコーナーになっております。まあこのモリテッドイングリッシュライティングではネイティブスピーカーと僕ら日本人講師がやるんですが、チャット GPT だけでやると一体何がどう違うのか分かんないとかっていうのもあったりしますので、なんで僕はじゃあ解説しようというそういうコーナーでございます。はい、伸びればね、いろんな人の作文見ていきます。別に英検だけじゃなくていろんなの見ていきますんで、ツイッターでちゃんとフォローして応募くださいね。でまあ何人か送られてきたので英検19のあったんで見てみきます。詳しい応募方法はライブで説明しておりますので、そちら見てください。はい、では送られてきたライティング見てみましょう。Agree or disagree? More and more young Japanese people will do traditional Japanese arts like tea ceremony and flower arrangement in the near future. 英検準一級のトピックですね。で、はい、見てみます。I agree that young Japanese people will do traditional Japanese arts in the near future. まあ、agree, disagree で、まあ、そのまま書いたわけですね。で、I have two reasons to support my opinion. まあ、よくあるパターンのやつですね。短いやつ。で、これが最初の段落ってことだよね。2つに分かれちゃってますけど、最初の段落ってことかな。 Firstly, traditional Japanese arts can keep our traditions popular so far. ん？まず時制が変。 So far, 今までのところできたの。 Traditional Japanese が traditions をポピュラーにしたっていうのもちょっとよくわかんない。 Keep our traditions alive とか生き残らせてるとかじゃない。Foreign people also say that Japanese traditional arts make people impressed of all aspects. これはもう文法が破綻してるかな。何言いたいのかちょっとよくわかんないし。その traditional arts が impress people ってことか。impress them じゃないの、そもそも foreign people だったら。The arts give us powerful power. Powerful powers. パワーが2個ですよ。Even if we feel sad, mad, and discouraged. Even if... どういうことだろう。 No matter how sad...まあ、いやでも変だなそれでも。 Especially Japanese arts、 どういうことなんだろうな。感情をなんかこう emotions をこうなんか出したってこと。 To keep up our tradition、 これはよくわかんないな。 Japanese people have to study more harder than、 あ、これよくやっちゃうそうですね。 more harder ってダメですね。これ比較2つですから。 much harder、 ずっとってやるのか、まあ、もしくは even harder とかじゃない、より一層って意味ですね。今でもスタディはするわけじゃないですか。多少勉強するわけですよ。でもより一層勉強するようにするとかだったら even かな。第一段落を読んでもよくわかんなかったポイントが、どういうことなの。外国の人に人気があるから、なんかもっと若者たちもそれをするようになるとかだったらわかるんだけど、ちょっとこれだとよくわかんない。Secondly, it is important that students learn culture of traditional Japanese arts. あ、これね、よく言うんですけど、この important ね、もう昨日までずっと準一級の講座やってたから、気をつけなさいってすごい言ってきた。重要とか、いいとか悪いとかって書く場合は、きちんとした理由がなきゃいけないから、使い方気をつけなさいよって言ってきた。The school education is lack of studying traditional, tradition things recently. むちゃくちゃですね、これはね、もう文法。lack of ing なんて風には使わないし、traditional things じゃない。で、recently を使うんだったら過去形とか現在完了にした方がいいですよ、アカデミックライティングでは。Because of this, students lose an opportunity to study them. まあ、学校でそういう機会がないってこと。まあ、ミスとかね、opportunity に関しては。あ、さっきの授業で教えたわ。miss out on an opportunity とか。まあ、opportunities じゃない ?If students are given an opportunity such as seeing traditional movie, ああ、はいはい、これよくやっちゃうやつですね。movies, going to museum, going to museum, ですね。はい。裸名詞っていうやつです。ああ、もう S もついてない。The impression will be growing up in the future. いやー、impression が grow は変だし、なぜ未来進行形なの。未来進行形は予定を表す時とかに使ったりするけど、まあ無理ですね。impression が grow up は意味がわかんない。appreciation とかかな？その価値がわかるようになるっていう感じじゃない？アートの。でもまあそれにしたって、grow up はどっちにしろ変だしな。Government has to change today's curriculum up first. ああ、これもめっちゃ良いやつですね。はい、これも昨日
今までの講座で言ってきた The Government です。 Government に The をつけるのを忘れちゃいけない。 At First もね、これもしょっちゅう番称しますけど、 At First は最初はこうだったけど後に変わったっていう意味ですから、 Government は最初はこうだったけどその後こうだって言わなきゃいけないね。 For these reasons, it is essential that students should be given a lot of time to study traditional arts. 時間？なんでする時間が与えられるんですか？これだってトピックはヤングピーポーがするようになるかですから、トピックとずれちゃってますねっていう感じです。直さないといけないですね。だいぶ危険なのはトピックとずれてないっていう感じね。だって伝統的なアートをさやるって言ってるのにさ、機会がないって言って変えなきゃいけないよって言ってるんでしょう。じゃあやらないじゃん。これ反対側の意見になっちゃいますよ。バディの2つ目は逆のことが書いてあるので大減点されちゃいますね。はい、じゃあチャット GPT に変えてもらいましょう。はい、書いてもらいました。 I agree that young Japanese people will continue to engage in engage in にしますね。 do をね、いい方ですね。 traditional Japanese arts in the near future and I have two reasons to support my opinion. お、一文にしてるね。 firstly, traditional Japanese arts have kept our traditions alive for many years. あ、ほら、なってますね。 alive 使ってるじゃん、やっぱり。 they have kept our traditions alive にしてるので現在完了ですね。 for many years だ、 so far 今までのところってきてるから、だからそれを汲み取って長年っていう風に変えてくれましたね。 Even foreign visitors admire the beauty and the elegance of Japanese traditional arts. お、外国の方々、ビジターズの人たちもこのビューティーとエレガンスをアドマイアすると。 Which can be powerful tools for uplifting our spirits. あ、気分をこう高めるの、アップリフト使ってますね。士気を高めるとかね。 When we are sad, angry or discouraged. こういう時に。 However,To preserve these traditions, Japanese people must work even harder, even harder than they do now to learn and practice them. なるほどね。まあただやっぱ元の英文にね、若者がこうやなるようになるっていう風なのがなかったんで、まあ残念ながらそこは表されてないですね。しなきゃいけないっていうのになってますね。Secondly, it is important for students to learn about the cultures of traditional Japanese arts. Unfortunately, school curriculums have been neglecting traditional topics. あ、neglect を使ってますね。気にしてないとかってですね。Traditional topics in recent years. 最近。Which means students are missing out on... あ、ほら出てるじゃん。miss out on ですね。これ、教えてきたやつです。今日まさにやった。miss out on opportunities to learn about them. それを習うの。If students are exposed to traditional movies and museums, I'll be exposed to ですね。こういう風にさらされるってなんかほら、転校とかで習う人が多いと思うんですけど、これ文化とかにも、この文化に触れるとかっていう文脈でも、この expose はよく使います。traditional movies and museums. They will be able to appreciate... あ、appreciate 出てるじゃん。これね。やっぱそうだと思ったんだよ。その価値が分かることね、理解するって訳されるけど、 appreciate and understand these arts better in the future ですね。アーツよりよく分かるようになる。 Therefore, the government must update today's curriculum to include more traditional Japanese arts. だがついてますね、ちゃんと the government ね、もっと取り入れた方がいいよ、含んだ方がいいよっていうふうにして。 For these reasons, it is essential that students are given ample time to study traditional Japanese arts ね、十分なアンプルね、時間が与えられるといいっていう風に言ってます。はい、面白いですね。あ、これちなみにこういう風に直してっていうために全く同じに直すわけじゃないんで、違った形に直したりするんで、すごい面白いですよ。チャット GPT は文法は直してくれました。でも内容もなるべく近づけてはくれてますよ。トピックに合わせて近づけてはくれているんだけれども、内容これずれたまんまじゃないですか。そう、だからずれたまんまでそのまま進んでっちゃうから、だからチャット GPT に入れたからといって完璧な作文になってくるわけではないんですね。そう、だから添削はまだねなくなんないんですよ。だから生徒たちにも言ってきたんですけど、チャット GPT 直すことはできる、直すことはできるけども、その文章自体がずれちゃってたら無理だから、その場合はちゃんと誰かに添削してもらわなきゃいけないっていうのを言ってきたんです。だからこういうことです。はい、だからね、これで English Writing ぜひ使ってくださいという感じで、添削してもらいたい方は Twitter ですね、 Twitter の方をフォローしてで送ってください。で、ただもう断ってる人もいますけど、ちゃんとルール読んでないで全くチャット GPT が添削できないような内容で送ってきた人いますんで、和文英訳とかね、ちゃんとルールはライブの動画見てきてください。それで和文英訳自体はそのモリテッド English Writing ではやってますから、このコーナーではチャット GPT できませんから、和文英訳、あなたの書いた英文が日本語と同じかどうかとか判断できないので、ちゃんとルールを見てで、それから Twitter フォローして送ってきてください。はい、これ続けてほしいと思ったらぜひぜひ高評価ですね、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてぜひぜひ送ってきてください。ライティング待っております。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 結構役に立ったと思いますよ。英検準1級受ける方、皆さん頑張ってください。